クラレンスレオニダス・フェンダーは、アメリカ合衆国の弦楽器、ギターアンプ製作者。フェンダーエレクトリック・インストゥルメント製造会社、現在のフェンダー・ミュージカル・インストゥルメンツ株式会社の創業者。その後、ミュージックマンと G&L ・ L、ミュージカル・プロダクツを設立した。カリフォルニア州フラートンに生まれ、若い頃から電気工学への関心を示した。 高校時代には趣味としてラジオの制作、修理を行った。1928年に高校を卒業し、フラートン短期大学に進学する。そこでは会計学を専攻し、卒業後カリフォルニア州ハイウェイ局で会計係となる。数年の勤務後、1938年にラジオの修理会社のフェンダーズラジオサービスを始める。フェンダーはクレートン。 ドクター・カウフマンと共に、ラジオの修理業から、エレクトリックスチールギターとアンプの製造へ手を広げた。カウフマンとの事業を終え、フェンダーは、スペイン式、ソリッドボディエレクトリックギターのアイデアに興味を持った。1950年、ジョージ・フラートンと共にエスクワイヤーとブロードキャスターを発表する。それらは、フェンダー社によって製造された、最初の標準的エレクトリックギターであった。 ブロードキャスターの名称はグレッチ社の商標だったため、しばらくの間ヘッドのデカールのブロードキャスターの部分だけを切り取って販売。これがいわゆるノーキャスターで、その後当時人気を博しつつあったテレビにあやかってテレキャスターとして発売された。1951年にはプレシジョンベースを発表。それは演奏者に最も影響を与えた楽器の一つとなった。 意外にもフェンダー自身はギター演奏を学んだことがない。しかし南カリフォルニアにおけるミュージシャンコミュニティに対して密接なつながりを持っていた。フェンダーのギター作成法はネックとボディを別々に作った後木ネジで接合するというものだった。この方法は他の競争者と比べて構造が単純で修理が良いという利点があった。 フェンダーの方法は1950から60年代の楽器製造において革新的で効率的に製造できた。多くのミュージシャンがテレキャスターやストラトキャスター、プレシジョンベースを採用した。フェンダーは1960年代にかけて新しいギターやベースを作り続けた。1965年にフェンダーは健康問題から 会社を CBS2300 万ドルで売却した。なお、ギターと同等もしくはそれ以上の功績をフェンダーアンプにおいて残している。マーシャルアンプはフェンダーアンプのコピーから始まっていて、基本回路はフェンダー初期のツイードアンプである。1991年3月21日、パーキンソン病の併発症で死去。最後に、 世界中のアーティストにしてあげられることは全部やったと残した。1992年ロックの殿堂入りを果たした。ありがとうございます。